ビガール夏焼きみやびです。今日は今発売中のビビ10月号の秋の美容ドリルの2大トレンドメイクやってみたいと思います。今日はヘアメイクの吉崎小夜子さんとビビモデルの八木有沙ちゃんがやっているこの女度 67% のレッドブラウンメイクにチャレンジしたいと思います。今回ちょっと私はガーリーなねファッションをしてみたんですけど、これにどれだけ合うメイクになるのか自分でも楽しみです。それでは今回やるメイクはですね、こちら、じゃん、アリサちゃんのこの可愛らしいメイクにチャレンジしたいんですけども、八木アリサちゃんのねこのメイクはいつも拝見してるんですけど、本当に可愛らしくて、私は本当にこういうガーリーなピンクメイクみたいなとかをあんまりやらないので、今回は難しそうっていう感じなんですけど、このアリサちゃんの写真を見ながらいろいろね順番に沿ってやってみたいと思います。まずはこのベースですね、ポール&ジョーファンデーションプライマー N01 っていうのを顔全体に伸ばしていきます。もうまずこのポール&ジョーのコスメを持ってる時点で結構女子力高い。私もなんかこのパッケージっていうかこの入れ物が可愛すぎて、なんか自分で持つ自信があんまなくて使ってなかったんですけど、こういう色味です。これを顔全体に塗っていきます。あ、いい匂いする。うわ、女子すごい女子だよこれ。塗ってるだけでもう女の子になってる。あ、女の子なんですけどね、女の子なんですけど、かなりなんか女子力高めの女子になった気分になる。うわ、すごい、こんなにいい匂いするんだ。大事なのはこの鼻ですよ。赤みが結構強い人とかもいると思うから、しっかりね手抜きしないで細かく、この辺とかもちょっとギリギリまでやって、こっちもこんな感じで塗ったら、次にねこのエスティローダーのコンシーラー使っていきます。こっちが白っぽくて、こっちがちょっとオレンジっぽいっていう色味になってるんですね。今回はこっちのオレンジっぽい方を使っていきます。目の下にポンポンポンぐらいかな、とりあえず。そして小鼻、鼻の横、ここ大事です、鼻の横ね。そして口の周り、ヒュッヒュッ、こんな感じでポン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 と乗せていきます。で、これを伸ばしていきます。全部指で今回ねやっていきます。コンシーラーは白すぎると浮いちゃうから、こうオレンジっぽい色味を使って肌に馴染むねカラーを使った方がいいですね。ここほんと赤くなるからな。この赤み消えるだけでだいぶ印象変わるし、すごい便利。今のねすごい少ない量だったと思うんですけど、割とすごい綺麗に消えますね。うん、では次はこちら、ケイトのパウダー使っていきます。はい、みんなが使いやすい色ですね、ブラウン系の色味。今回は濃い色、これを使っていきます。しっかりめに眉毛を描いていくので、目頭のね、あ、眉頭、ここを今回はしっかり塗って、こうアーチを描くような感じじゃなくて、今回はまっすぐストレートな感じで横にね描いていくのがポイントです。そう、こういう眉毛をしっかり目に描くと結構可愛らしかったりする印象になっていくんで、普段薄めにしてる人とかは結構この眉毛だけでも多分イメージがガラッと変わるんじゃないかな。で、このお尻の部分、こっちはちょっと下げていきます。いつもよりも自分が多分描いてるよりもちょっと下げる。割とね、私眉毛の毛がしっかり生えてるんですけど、こういう隙間とかを埋めていった方が綺麗に仕上がるかもしれない。なんか印象がはっきりしてきますよね、顔の印象が。パキッとする。と左右のバランスを見て、うん、次は参りますから、こちらメイベリンのレッドブラウンの眉マスカラです。この色味は見てみましょう。じゃん、
結構オレンジっぽい感じかな。レッドブラウン。ではこれを眉毛を立てる感じでしっかりと塗っていきましょう。色をね、出していく感じ。眉マスカラだけでも結構しっかりとした眉毛になる。結構あんまりにもつけすぎるとぼってってなっちゃうので、そこは気をつけながらね、つけてみてください。かわいい。そして次、アイシャドウ。じゃん。アイシャドウはスックのグロスシャドウ05を今回は使います。ちょっと手に出してみましょう。ビュン。はい、これはこういう感じ。はい、これは結構ラメ感がちょっとあって、こうキラキラーとする感じ。うん、見えるかな。ちょっと塗ってみますね、目に。指を使って全体に伸ばしていきます。あ、すごい、結構しっかりめの色がつくんだ、これ。おお、かわいい。わ、見て、すごい。結構少ない量だったけど、意外と色がつく。なんかグロスみたいにベトベトしてるかなって思ったけど、そんなことなく意外とサラサラしてて、かわいい色。やっぱ塗った方がラメ感が見える。かわいい。結構ね、近くで見るとキラキラっとして、女子らしさ、女性らしさが出てかわいいかもしれない。あ、もう結構印象変わってきた。こういう感じで全体塗ったら、次はこういうチップを使って、これがちょっとね、難しいかもしれないんだけど、目の下ね、下の部分はちょっとピュッて引っ張って、この中の方に引いていきます。ちょっと塗ってみますね。私ね、こういう細かいの苦手なんだけどね、こういう細いのだったら意外といけるかも。あ、これめっちゃ塗りやすいこれめっちゃ塗りやすい。この尖ってるやつ、これいい、これいい。こういうの探してください。こういうの探してやってみてね。もうまずは下全部に、一回これ手に出してね、やった方がいい。あ、ほら、アイラインみたいにこうやって見えるから、綺麗に色が出ていきます。これだけでも結構変わるよね、印象。かわいい。で、次がラインですね。アイラインはこちら、フーミーのレッドブラウンっぽいラインをしっかりと太めに引いていくんだけど、色味はこんな感じ、レッドブラウン。で、これを上にしっかりめに引いていきます。こういう色味だと若干ずれてもそんなにバレない真っ黒とかだと結構ね、あれ、ガタガタしちゃってるとかバレるかもしれないけど、若干のこう歪みは、それもそれで可愛い感じになる。引っ張ったらやりやすいかな。こういう風に結構太めに引いてるけど、可愛いかもしれない。全部引きました。で、これが終わったら、次はマスカラ。デジャブのマスカラ、モカブラウンを使っていきます。これはギャーン。お、こんな感じ。今回のポイントはビューラーはなしで、こう自分のね、素のカール具合でいきましょう。で、ポイントとしては、上まつげはさらっと、下まつげはしっかり重めにつけていきます。ナチュラルな感じで考えていいと思います。反対もこんな感じかな。あんまりダマにならないように、下はしっかりめにね。下まつげ塗ると結構印象変わるかも。なんか多分一回塗ってちょっと乾かして、もう一回塗ってってやると、意外とこう重みの出たまつげになりそう。奥からちゃんとしっかり塗った方が、このモカブラウンが活かせるかも。うん、こんな感じ、こうはっきりしますね。で、次に
チーク。チークはディオールのローズっぽいカラーチーク使っていきます。これのチークののせ方、これもねすごいね大事なポイントだからみんな真似してくださいね。これはさっさっさチークです。さっさっさ、これです。ほら全部が濃くならないからちょうどいい色味で乗っかるからすごいおすすめ。チークはさっさっさで塗っていきましょう。あ、すごいいい感じだよ。では次、最後にリップを2つ使っていきます。ラデュレのクリアグロスを使っていきます。足の形をしてます、かわいい。これはおお、こういう感じ、透明薄いピンクですね。これはもう全体にのっけていく。はい、うわすごい、プルプル、なんかこうふっくらするとすごい立体感出て、なんかメイクにメリハリがついてかわいい。 NYX のキラキラリップグロスで、これのポイントとしてはこの濃い方は中心にだけのせます。上も、いやすごい綺麗、こんな感じで、すごい色味が超かわいい。わほらめちゃくちゃかわいい色。これを全体につけると結構ねけばい感じになっちゃったりとかするので、今回は中心だけ塗りました。できた、じゃーん、完成しました。すごい、おー全然普段の自分とはもう全然違う。うん、すごいこういうポイントポイントで色味がこうあってすごく可愛い印象に仕上がりましたね。うん、うわー、これで女度 67% 完成、やったこんな感じ。うん、似たようなメイクになりましたかね。はい、ということでこういうレッドブラウンメイクね挑戦してみましたけど、やっぱこうやって写真とかを自分の近くに置いたりとかしながら雑誌とかのビデオを見て順番にやっていくと割とこうやって近づけると思うので、ぜひねビデオを見ながらチャレンジしてみてください。すごく楽しかったです。